2020年度忍者忍術学講座後期講座3月期を担当いたします三重大学国際忍者研究センター研究員の池野谷京介と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本講座は三重大学国際忍者研究センター全国忍者調査プロジェクト調査報告と題しまして、これまで全国各地に調査を行った際の成果の一部を報告する機会にさせていただければと考えております。ただ昨今のコロナの影響で、今年度はほとんど調査に行くことができなく、当初予定していた内容に比べると、行き先も紹介する資料の分量も少なくなってしまっていることをご了承いただければと思います。また YouTube 上ですので、調査済みの資料の写真を掲載することなどはできないといったことなども、重ねてご了承いただければと思います。ではまずはじめに、内容に入る前に、僭越ながら、私の自己紹介をさせていただきます。私は2019年の4月に三重大学国際忍者研究センターの研究員に就任いたしまして、この3月でちょうど2年が経ちました。それまでは、早稲田大学大学院の博士後期課程に所属する学生でありまして、現在大学は休学中です。研究テーマとしては、近世江戸時代における、将軍や大名などの、貴人のおなりについて、や大名が老中を自邸に招く老中招請についてなどに取り組んでおります。これについてはまた後ほど詳しく述べたいと思います。また2016年の4月からは東京都豊島区目白にある徳川林政史研究所にも所属させていただいておりまして、ここでは尾張藩関係の研究に取り組んでおります。最近では、尾張藩主の領内おなりについて、具体的に言うと、尾張藩の付け家老、成瀬氏の犬山城へ尾張藩主がおなりすることについて論考を、書きました。また、一昨年度までは、東京都八王子市にある NHK 文化センターで古文書講座、古文書で読む江戸の世相の講師などにも携わっておりました。長らく東京に住んでいたため、現在も東京都国立市の多摩カレッジで、不定期ではありますが、歴史講座、江戸の暮らしに学ぶの講師や、台東区上野で小林真也さんが主催する江戸歴史塾の、古文書歴史講座の講師を担当しております。江戸歴史塾は定期的に開催しているのですが、現在はコロナの影響で中止となってしまっています。次に、先ほど申し上げました私の研究テーマについて、若干ではありますが、紹介したいと思います。おなりというのは、国史大辞典の記述によりますと、貴人の行動や出業を表す、なるという語に、接頭語の王を付して尊敬の意を示したもので、宮家、摂家、将軍家などの他室や訪問を言います。中落を挟みまして、江戸時代には将軍の日光社さん、上野寛永寺、芝増上寺参詣や、お鷹のおなり、川通りおなりなど、江戸近郊への出遊、また、江戸市中の諸大名邸へのおなりなどが頻繁に行われた、説明されております。将軍のおなりを大きく分類すると、大名邸へのおなり、江戸城内の紅葉山、上野寛永寺、芝増上寺などへの寺社参詣、鷹狩りなどで、その他にも幕府施設の浜御殿や、辞書内の説明にもある通り、川通りおなりといって、将軍が隅田川城を船で遊覧し、
花火を見物したこともありました。また、これはかなりイレギュラーな出来事ですが、で、かつ大イベントとなるんですが、将軍によっては、京都への上洛や日光社参なども行われまして、これらも大きな意味で言えば、おなりとなります。余談ですが、行きをおなりというのに対しまして、帰りは勘行と言い表されました。そんなわけで、私の研究業績は、ご覧の通り、将軍のおなり、中でも大名帝へのおなりについてが多数を占めております。将軍の大名帝へのおなりは、時期や将軍ごとによってそれぞれ特色が見て取れます。例えば、初期の頃、将軍で言うと、2代秀忠、3代家光の頃は、すき家おなりといって茶室で将軍をもてなすことが流行りました。これは2代秀忠が大のお茶好きだったということが言われておりまして、古田織部や細川忠興といった人物が秀忠の茶の指南役を務めたと言われております。5代将軍の綱吉の時期になりますと、綱吉の趣向を凝らした学問でのもてなしがおなりの式次第に組み込まれ、おなりの際に、綱吉自らが司書、御経を講釈するようになりました。その後、8代将軍吉宗により、御三経館おなりがありました。御三経は、田安家と一橋家が吉宗の子、清水家が孫にあたります。江戸城内に館を新設し、将軍自らがおなりを行いました。その詳しい式次第などを見ると、単に親が子供の家を訪問する憩いの類のものではなく、伝統的な武家儀礼の作法にのっとった行事であったことが伺いました。この後、11代将軍家斉によるおなりが、お通り抜けと言われるようになりまして、これまでのおなりとは異なり、様々な儀礼的なものが簡素化されて、おなりが行われるようになっていきました。また、将軍ではなく、老中が大名の邸宅を訪れることを老中小生と言いました。これも将軍おなりとは異なるものでしたが、関連した出来事だったと考えられています。このように将軍のおなりや老中小生について、これまで研究を進めてきました。ですので、忍者の研究とは全く関係ないと思われがちなのですが、そんなことはなく、間接的に関係していることが多々ありました。国際忍者研究センターにおける私の仕事というのは大きく分けて2つあります。1つは研究員なので、当然忍者に関する研究を行います。これを自分の今まで研究してきたテーマと結びつけて考えることができるのです。将軍がおなりする際は、当然一人で行くわけではなく、お供が付き従います。また、どこかに行く際は、行列を組み、天下にその意向を知らしめるといった演出もなされていました。その際の警備についたというのが忍者の伊賀者であったと言われていまして、現在はこのことを中心に研究をしているところです。また、おなりという言葉は先ほど申し上げた通り、将軍のみならず、大名にも用いられることがありました。津藩の藤堂家の殿様というのも、居城である津城から、伊賀の上野城へ来ることがありました。それを資料上御越国と記されておりまして、文字通り伊勢の国から伊賀の国に越国しておなりすることがあったのです。伊賀にいる伊賀者らは、藩主が御越国で伊賀に来た際は、藩主の前で果実を披露するようなことがありました。
で、それらは、伊賀者、あるいは忍者にとって、自己の由緒を認識する機会になったとも、考えることができます。ちなみに、東道藩の、藩主が伊賀に来ることを御越国、帰りは、御帰信と、資料では、記されています。このように、将軍や大名のおなりに伊賀者が関係していまして、おなり研究と忍者研究というのは全く関係ないというわけでは、ありませんでした。この他には、大名家が独自に抱える忍者の研究なども視野に入れて行っております。例えば、弘前藩の、早道の者や尾張藩の高家者、これは今、申し上げた、幕府の伊賀者なんかですね。このような忍者の研究のほかに、もう一つ重要な業務がありまして、それが全国各地にある忍者忍術関連の資料の調査ということで、この講座の内容にもなっております。まずは、どこに資料があるのか、どのような専攻研究があるのか、文献調査を行った後、実際に各地に赴いて資料の閲覧や撮影を行います。センターではそれを全国忍者調査プロジェクトと銘打ちまして調査を進めているところであります。この全国忍者調査プロジェクトは私がセンターに赴任する前にすでに始められていたプロジェクトでありまして、まず全国各地の博物館、文書館、図書館などにご覧の案内を送らせていただきました。すべての館に送らせていただいたわけではないので、まだ送らせていただいていない館にはまた日を改めて第2弾として案内を送らせていただければと思っております。この案内にも書いてある通り、忍者という概念をどこまで広く取るか、調査の進め方にも影響してくるんですが、赤く囲ってあるところを読みますと、弊センターの考える忍者とは、日常的な情報収集、石膏、奇襲活動などを任務とした下級武士のことで、地域によって、場合によって様々な故障があります。忍び、草、伊賀者、伊賀衆、甲賀者、甲賀衆など、また武士身分ではなく、大名が情報探索のために家中外のものを使う場合もあります。彼らも対象に含めたいと思います、と、記されているように、かなり広い意味での忍者を調査の対象にしています。この忍プロをもとに全国調査を進めているのですが、特にセンターでは、ご覧の画面右側にある通り、この3点について調査に着手しているところであります。このうち1と2については、この後詳しく話していきますが、3の海外の調査につきましては、コロナの影響もありまして、今年度は全くできておりませんということをご了承いただければと思います。忍プロのこの案内を送らせていただいてから、多くの館からメールや手紙で返信、返答がありました。大変ありがたくこの場を借りて御礼申し上げます。以下、すべてを紹介できなくて大変申し訳ないのですが、主だった館からの回答を紹介させていただきたいと思います。まず、赤文字にしてある館ですね。府中市郷土の森博物館、国際日本文化研究センター、高知県立歴史民俗博物館、鳥取県立博物館、小木市立歴史資料館、岡山県立記念、
記録資料館、愛媛県歴史文化博物館、群馬県立文書館、松代文化施設等管理事務所、真田宝物館、弘前市立博物館といったところなどは、実際に忍者に関する古文書の原本や、関連資料を所蔵しているとの、回答をいただきました。伊賀物の稚魚地に関する資料や絵図、また武元帳、反省資料などが、ありました。すでに一度調査させていただいている感もあるのですが、まだのところは今後調査させていただければ、幸いです。次に、緑で記している感です。こちらの施設からは、資料そのものはないけれども、どこに資料があるのか、や、地元に伝わる伝承の類の情報、や、忍者に関する指摘などですかね、大変ありがたい情報が寄せられました。これらの情報についても、折を見て研究を進めていければと考えております。続きましては、青で、記した施設、主に図書館関係が多かったのですが、こちらからは忍者に関する古文書などの原本は、所蔵していないけれども、忍者に関わる文献や郷土資料があるなどの情報を提供していただきました。忍者研究センターでも調べられていなかった情報などもたくさんありまして、今後の調査に、反映させていただきたいと思っております。すべて紹介しきれず大変残念なのですが、返信、返答をいただいていた館の担当者には、再度この場を借りて感謝申し上げます。また第2弾を今後も行う予定ですので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。では、次に先ほども申し上げた研究センターの3点の調査指針について、3の海外に伝わる忍者関連資料の調査を除く1と2の2点について説明していきます。まずは伊賀地域。これは三重県全般も含むのですが、この地域における東道藩伊賀物の資料を中心とする調査についてです。これについては、センターの高尾義樹准教授が主に担当していまして、忍者調査プロジェクトの柱として現在、主に進めているところです。三重大学国際忍者研究センターは、伊賀連携フィールドに所属しておりますので、伊賀市などとも連携し、伊賀という名前のついたものを特に意識して調査を進めております。昨年度、2019年度ですけれども、は個人宅では沢村家、蘇我家、貝野家の3家、これはすべて伊賀物であった家系です。あと亀山市の服部家の調査などを行いました。沢村家には古文書が残されておりまして、現当主の方と今後の調査について打ち合わせを行いました。蘇我家には先祖、伊賀物の陣羽織や系図など、文字資料以外の物資料が中心に残されていまして、それらを閲覧及び撮影させていただきました。貝野家は、忍び、あと伊賀物に関する資料のほかに、明治期の古典籍資料なども複数残されていました。貝野家文書の目録をセンターで作成しまして、全点写真撮影をいたしました。現在は原本は伊賀市の文化財課が保管しています。貝野家文書については、
2021年度の忍者忍術学講座で高尾義樹准教授が詳しく述べられますので、そちらを参照していただければと思います。また、亀山市の関宿服部家でも調査を行いました。こちらも忍びに関する資料のほかに、村の地方資料が膨大に残されていまして、現在、目録作成及び写真撮影中であります。ただ、こちらもコロナの影響で、たびたび調査に行くことができずに、残念ながらなかなか思うように進んでいないというのが現状であります。個人宅は以上の4家を中心に調査を行いましたが、公的機関の調査では、センターのすぐそばにある伊賀市上野図書館が所蔵する忍者忍術関連資料を複数回にわたり撮影させていただきました。伊賀物果術秘書や伊賀物大雄書記など、伊賀物関連の資料のほかに、石川五右衛門の実録である俗金飛星団や有名どころの資料だと、軍法事要集や、万宣集会、あるいは、効果に関する資料なども数点、存在しております。また、伊賀物の一家である、滝家の文書についても、図書館で、帰宅資料として、所蔵しておりまして、これも調査いたしました。滝家文書については、忍者博物館にも、何点か所蔵されているので、今後も調査させていただければと考えております。1の伊賀地域における調査は以上となります。続いて、全国各地に散見される忍者・忍術関連資料の調査についてです。こちらに関しては、主に私、池野屋が担当しておりまして、伊賀地域の調査と並行しつつ調査を進めているところです。先ほど紹介いたしました忍プロの回答や文献調査などをもとに全国調査を実施しております。調査の対象は、ご覧の、色で分けてある、5点に分類しております。一つは、徳川幕府の伊賀物。二つ目は、藤堂藩から各藩に散った伊賀物。三つ目は、忍び全般に関わるもの。具体的に言うと、探索だとか、隠密、あるいは情報収集などについてですね。四つ目としては、伊賀物以外の各藩の忍び。五つ目は忍術。これは武術も含むものですが、それに関するものです。昨年度、2019年は、茨城県の茨城県立歴史館、青森県の弘前市立図書館、石川県の金沢市立玉川図書館、近世資料館、福岡県の、福岡大学研究推進部、などの調査を行いました。他にもあったのですが、本講座では以上の4件について報告いたします。先ほどの分類で言いますと、茨城県立歴史館は、丸五の忍術、括弧武術ですね。で、弘前市立図書館は丸四の伊賀物以外の各藩の忍び。金沢市立玉川図書館は、丸三の忍び全般に関わるもの。福岡大学の資料は、丸一の幕府の伊賀物に関する資料が中心となります。これらの調査というものは、忍者、忍術に関する資料のうち、インターネットなどで容易に検索できるものが中心となっております。なので、突き詰めようとすれば、今後もさらなる調査が必要となります。例えばですが、弘前では早道のものという弘前藩独自の忍びのものを抱えておりまして、
この早道のものというキーワードで検索可能な資料しかまだ調査できておりません。弘前藩の藩政資料では、国元の弘前と江戸での藩政日記が膨大に残されておりまして、それらから早道のものに関する記述を丹念に抽出する必要があります。つまり、資料名に忍びに関するワードが、記されていない資料というものを今後も探していくことが重要となってきます。最終的な目標としましては、当研究センターがすべての忍者関連資料のハブ機能を担い、その所在地や写真データを提供できる機関となることを目指したいのですが、プロジェクトはまだ始まったばかりで、まだまだ先は長そうです。では次に各調査先についてそれぞれどのような資料を調査してきたかを紹介いたします。まずは茨城県立歴史館です。ここでは岡崎家文書、津田信夫家文書などを閲覧及び撮影させていただきました。画面上にある表が、閲覧、撮影した資料の一覧となります。左から、文書群、資料番号、資料名と、いうことで、表にしております。また、先ほどは、茨城県立歴史館では、丸五の武術に関する資料が中心と、説明いたしましたが、忍び全般に関わる資料も、数点ありました。ご覧の、通り、お忍び方、お役頭、仰せつけの願いといったものや、秘伝書などですかね、といったものなど、これらのものを中心に、閲覧及び撮影をしてきました。このうちですね、津田信夫家文書にある新流松田軍用書というのが、松田流忍術に関わる資料と考えられまして、それらを中心に調査して、参りました。武芸流派大辞典というものによりますと、松田流忍術というのは、松田流と松田新流に分けられておりますが、共に水戸藩に伝来した武芸の一派であったと言われております。松田流は松田金七郎が始めたとされる武術でありまして、最初かの有名な前田利家や広島藩二代藩主浅野光明に仕えた後、その伝統が水戸藩に残っています。この継承者の一人、本堂義太夫宣直という人物が、先に挙げました岡崎家文書に出てくる近藤義太夫ではないかということで調べているところです。こちらの赤印にしてあるところですね。松田新流というのも水戸の報道館で伝わった武術と言われておりまして、現在新流松田軍用書との関連を調べているところです。続きまして、弘前市立図書館での調査した資料一覧となります。弘前につきましては、先ほども申し上げた通り、江戸時代、弘前藩が、独自の忍び集団である早道の者というものを抱えておりまして、
この早道のものを中心に資料の調査を行いました。ご覧の通り、津軽家文書や、石見文庫に早道のものに関する部言帳や覚書、言状書などがあります。今後はこれらをもとに、先ほど申し上げた反省日記などで照らし合わせをし、早道のものについてさらに調べていく必要があるかと思います。なお、国際忍者学会が刊行する雑誌、忍者研究第2号には、上田哲也さんによる弘前市立図書館所蔵の忍びの巻の本告が掲載されています。早道のものの資料ではないのですが、詳しい考察がなされているので、ぜひ参照していただければと思います。早道のものに関しましては、個人的に懇意にしてもらっている、弘前市立図書館の職員の方から、ご覧のような情報を寄せていただきました。今年の1月4日、東欧日報に掲載された記事で、特別に掲載許可をいただき、紹介させていただいております。弘前市にある一時取り壊しの危機にあった、早道のものの屋敷と考えられる忍者屋敷を市の観光資源化へと向けた内容の記事です。なお、新聞の下段をカットしてしまっているというところをご了承いただければと思います。大変申し訳ございません。なお、こちらでの記事で紹介されている青森大の清川先生には、以前伊賀市にも来ていただき、忍者忍術学講座を担当していただいたことがあります。今後も早道のものに関する研究を共有できれば幸いでございます。なお、こちらの記事に関しましても、下段をカットしてしまっており、大変申し訳ございません。掲載のちょっと都合上、こうなりました。続きましては、金沢市立玉川図書館、近世資料館での、調査した資料の一覧になります。金沢では、主に下越能文庫やに、忍び全般に関わる資料や、武術ですかね、忍術に関わる資料などが所蔵されておりました。探索や、隠密、石膏、物見といったキーワードで検索すると、数多くの資料が見つかりました。ここに掲載した一覧は、調査した資料すべてを載せているわけではないのですが、ご覧のような資料がありまして、今後の研究を深めていく必要があるかと思います。なお、調査の際、こちらでも館の職員の方から、金沢に伝わる町田流という獅子舞の流派が忍者と関わりがあったのかもしれないという情報をいただきました。主に忍び全般に関わる資料が中心となりましたが、加賀藩の忍者との関わりなんかも今後調べていければと考えております。続きましては、福岡大学研究推進部での調査についてです。福岡大学の研究推進部には、マイクロ資料、久保岳文書が所蔵されております。久保岳文書は、ご覧の概要にもある通り、沼津金番、組頭、支配、三島金番であった久保田平三郎氏が所蔵していた文書群でありましたが、
縁あって福岡大学にマイクロ資料が寄贈されております。資料の総点数は、それほど多くないのですが、幕末から明治にかけて、幕臣の動向がわかる大変貴重な資料となっております。目録を見る限りでは、忍びとはほとんど関係なさそうなのですが、概要には、当家は徳川家に伊賀者として勤めた後、同家のお鷹匠同心となったと、ありまして、幕府の伊賀者を務めていたことが分かっております。実際に優勝書きの一部を掲載しましたが、これを読みますと、西洋院様御代、竹橋御殿において、明暦元、美濃年、お広敷伊賀者に召し抱えらるとありまして、先祖の久保田所左衛門が幕府の伊賀者であったと、記されております。西洋院は三代将軍徳川家光の三男で、甲府藩主であった徳川綱重のことですが、この時、竹橋御殿のお広敷伊賀者に、取り立てられたとの由緒があると、書かれております。由緒書きでは、その後、甲府藩から6代将軍となった徳川家宣の代、および8代吉宗の代でも伊賀者を世襲していると記されておりまして、11代家斉の時に伊賀者から鷹匠へと役替えがあったとありました。残念ながら、久保田家が江戸時代に伊賀者として具体的にどのような活動をしていたのかなどの詳しい内容の記述は、まだないのですが、今後それらがわかる資料の発掘が、課題となります。以上、4つの調査先が、昨年度までの間に行った主な、調査先の報告となります。それでは最後に、当研究センターでも独自に収集し、所蔵している忍者の資料の一部を紹介したいと思います。こちらは、当研究センター事務員の酒井さんが収集した陽門流軍学書の一部分になります。陽門流は越後に伝わった軍法と言われておりまして、忍術に関しては資料上赤く囲ってある部分に、夜回りは火消し番より務め、忍びを召し連れ陣中を回るなりと、記されています。このように忍びに関わる、忍者とか忍びに関わる、内容の記述が、ありました。また、次にですね、今度は、佐久間流松明薬能書と、記されている資料です。こちらには忍び松明についての記述があります。佐久間流は武言流派大辞典によりますと、尾州ということで、尾張ですねより伝わったとあるのですが、詳細はよく分かっておりません。ただ、明らかに忍者忍術に、関わる資料であるということは、ご覧の通りわかるかと思います。次は、私が、個人的に購入しました、甲州流白鳥軍法秘伝の巻といった、資料となります。甲州流は武田流兵法の流れを組む、武芸の、流派の武芸でありまして、ちょっと写真では掲載していないのですが、資料は嘉永4年に山崎源太左衛門という人物が、米谷吉郎右衛門宛に記したとの奥書きがありました。このように、武術に関わる、資料なんかも、収集、しております。ではもう一つですね。次は、松明の方という資料でありました。
で、という名前の資料でありまして、先ほどの酒井さんが持っていた資料の忍び松明と同様の内容のものかと思われます。ここでは、秘宝忍び松明、竹筒米と書いてあるんでしょうかね。あと、忍び一大寺松明などと記されております。こういった忍び松明のことについても、今後、こういった関連資料を集めまして、調査研究していくことが大事だと思っております。もう一つぐらい紹介しましょうかね。最後に、伊幕式法と題する武芸の流派一覧を記した資料ですが、まあ、ご覧の通り、たくさんの流派が、書かれております。一つ一つの詳しい内容に関しては、ここではちょっと割愛したいと思うんですが、以上ですね、インターネット、YouTube での講座である関係上、調査した資料をそのまま写真で載せられないために、画像ではセンター所有の資料を一部紹介するということで、忍者関連の資料のイメージ画像の事例としていただければと思っております。この他にもセンターでは数点忍者に関する資料を収集しております。折を見てまた紹介していただければ、紹介していただきたいと思っています。最後に、今後の課題と、いたしまして、先ほど申し上げた3点の調査指針に基づいて、まずは伊賀地域の調査ですね。三重県全般を含むここにおける東道藩伊賀物の資料を中心とする調査なんですが、ここでは未調査の伊賀物の家系を今後もさらに発掘していくということや、先ほども申し上げた通り、関宿の服部家の文書整理を進めていくことが挙げられます。全国調査では、引き続き、妊婦の回答などをもとに調査しまして、反省資料や日記など、タイトルだけでは忍者と関係なさそうな資料の調査も深めていくことなどがあります。そして、まあ、3の海外に伝わる忍者関連資料の調査についてですが、これに対しては、コロナが収束した後には海外調査も視野に入れて進めていければと考えております。どうも海外にも忍者に関する資料というものが複数あるということが分かっているのですが、今後について、それらについては今後の課題にしていきたいと思っております。以上、となりまして、忍者に関連する資料の情報などがありましたら、随時受け付けておりますので、お気軽に当研究センターに情報を寄せていただければ、幸いであります。ご視聴ありがとうございました。
皆さんこんにちは、椎名吉平です。私のふるさと三重県伊賀市は大阪と名古屋の中間にある自然豊かな城下町です。世界に通用する日本のクールコンテンツ忍者の聖地伊賀ですね。はい、他にも全国に誇る特産品がいっぱいあります。皆さん魅力あふれる伊賀市にぜひお越しください。